私トイレ行ってくるわ。そんなこと言ったって今日なのよ。今日行っちゃえばあと数時間後に始まるって思うと。あ、ごめん、本当にトイレ。胃が。カショウさん、ちょっと気晴らしにおっぱい揉んでもらえませんか。いや、冗談とかじゃなく。あんたは人ごとだからそんなこと言えんのよ。そうですよ、だからおっぱい揉んでください。それで楽になるなら私も揉ませてもいいと思うわ。宮崎くん、本当に久しぶり。何年ぶりかしらね、顔合わせるの。急なお願いだったけど宮崎くんが受けてくれてよかったわ。初めまして。今日歌を歌わせていただく水月メープルです。演奏させていただきます、水月シナモンです。精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。立花さと子です。今日はよろしくお願いします。聞いてるかもだけど、水月くんとは留学時代の友人なの。あなたたちのことはいつもブログで見させてもらってたわ。私の無理なお願いを受けてくれて本当に光栄です。ええ、楽しみにしてるわ。まだ時間はあるから水月くんがちゃんと緊張をほぐしてあげてね。じゃあ中に案内するわ。ついてきて。うわー、綺麗なところ。水月くんだってあんなに素敵なお店構えてるじゃない。急にパティシエになるって言い出した時はどうなるかと思ったけど。すごく素敵なステージね。すごく素敵だね。私たちの第一歩ね。私たちにできること頑張ろう。心配いらなさそうね。さすがは水月くん自慢の猫ちゃんたちだわ。
猫ちゃんたちは控室代わりに客室を取ってあるから。準備ができたら音響チェックのリハーサルをお願いしていいかしら。わかりました。頑張ります。水月くんは厨房に案内するわね。注文してもらった材料は全部揃ってると思うけど、念のためチェックをお願い。ええ、任せておいて。バッチリ決めますから。箇所？いいわよ。箇所はソレイユと同じ服なのね。でも場所補正がすっごくかっこよく見えますよ。ここまで来てビビってらんないわよ。内心はドキドキですけど、でも大丈夫です。水月くん、妹さんたちが見えたわよ。席の方に案内しておいたから。可愛いじゃない。チャイナドレスにしたんだ。めっちゃ似合ってるよ。わーい、嬉しい。どうですか、ご主人様は。どうですか。にゃーん、ご主人様に可愛いって褒められちゃったにゃー。ご主人がエロい目で私たちを見てる。場所が場所だったらきっと危なかった。髪型もちゃんとお店でセットしてもらったんですよ。お団子、しかもダブルです。私は三つ編みダブルにしてもらった。これなら髪がまとまっていて上品、中華風合わせ。スカートも長めにして尻尾があんまり見えないようにしてるんだって。だから今日は嬉しくても尻尾立てちゃダメなんですよ。今日は淑女だからね、いろいろと気を使う。でも無意識に動くものに気を払うのはなかなか疲れる。いっそスカートの中にポケットでもあればいいのに。フォーマルな場ですからね。それに合わせました。兄様に恥をかかせぬよう、みんなちゃんとさせませんと。メープルとシナモン、それに兄様の晴れの日ですからね。ちょっと気合を入れてまいりました。私だけ普段と同じでは少し寂しいですしね。それに兄様に褒めていただけただけでもおろした甲斐があります。うっす。おい、ナッツ、早く入れよ。んなとこでコソコソしてたら邪魔だっつーの。だってそんなこと言われても、僕こんな綺麗なドレス似合わないから。うるせえ、でけえ図体して隠れても無駄なんだよ。
ほーら、とっとと入れ、とっとと。な、お姉ちゃん、押しちゃダメだってば。僕、まだ心の準備が。お兄ちゃん。いや、その、なんか、ごめんなさい。いや、その、なんていうか、その、ねえ。ああ、もうめんどくせえな、おめえは。ほら、箇所、おめえの口から言ってやれよ。ナッツのドレス姿、どうだ？本当？本当に？気休めとか、嘘じゃなくて？よかった。お兄ちゃんがそう言ってくれるなら、その。嬉しいな。ちゃんと切れてっから大丈夫だって言ってんのに、ずっとこの調子でよ。めんどくせえったらありゃしねえの、マジで。だって、僕みたいな猫が着飾っても。それに、僕はもっと目立たないドレスでいいって言ったのに。バッカ、ちょっとくらい派手じゃねえと逆に目立つんだよ、こういうとこは。だから、ココナッツはもっと自分に自信を持ちなさい、自信を。この私の猫がそんなことでどうするのですか？ココナッツは背も高いしスタイルがいいんだから、ドレスが似合わないわけがないでしょ？でも、わかった。じゃあ、頑張る。お兄ちゃんがそう言ってくれるなら、ちょっと自信持てるかも。へへ、へへへ。うぜえ。マジうぜえ。いいから黙ってろ。あたしのドレスにコメントすんじゃねえ。まあ、着るもんなんて動きやすければどうでもいいんだよ。一応こういう場だからな。多少はしゃあねえと思って。なんて言いながら、あずきがこれがいいって選んだんですよ。理由は堅くなに説明しないのですが。まあ似合っていますし、本人がこれがいいと言うならいいのですが。のがめんどくさかったっつうか、猫の直感っていうか。ありがとう。ちっとは嬉しいよ。アズニャンが照れてる。照れ照れに照れてるよ。おお、本当だ。やたら赤くなっている。うるせえ！こんなとこで騒ぐんじゃねえ！ほっとけ、こんちくしょう！お姉ちゃんが一番うるさいから、落ち着いて！なんだなんだ、仕事の祝いの席だからって呼ばれて来てみれば。にゃーにゃーとうるせえ猫の遊び場じゃねえんだけどな。これだから猫ってのは好きになれねえんだよ。以後、猫たちには場をわきまえさせますので、お祝いの席で大変ご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございません。その服は、ああ、あんたが水無月ってパティシエか。主賓の立場だから話は聞いてるや。なんでも、
猫だらけのケーキ屋やってるとか。うまい見せ物のいるケーキ屋を考えたもんだな。詳細あるよ、あんた。見せ物って。待って、ご主人はそんなんじゃ。やめとけ。黙ってろ。言い返すプライドの一つもねえのか。あんたが猫嫌いなのは分かったけどさ、祝いの席って分かっててわざわざ絡むのもどうかと思うわよ。一丁前の格好して猫が人間の真似事か。所詮は愛玩動物のくせに大層なこった。飼い猫なら飼い猫らしく、黙って家で丸くなってろ。カショウさん、いいのよ、カショウ。元はといえば私が絡んだんだから。カショウ、私は今のでもう十分。カショウが怒ってくれただけでもういいわ。私もシナモンもバカにされても笑われても進むって決めたんだから。私は私たちのために精一杯できることをするだけよ。自分のことならニコニコしてられるのにね。私たちのために怒ってくれるなんて素敵なご主人様です。メイプルとシナモンの言う通りです。わざわざこちらが同じレベルに合わせることはないでしょう。私たちは私たちらしく胸を張りましょう。水月くん、何かあったの？何もなかったならいいんだけど。あ、じゃあそろそろ時間だから。水月くんとメイプルちゃん、シナモンちゃん、準備の方をお願いしてもいいかしら？はい、わかりました。じゃあ、カショウ、また後でね。メイちゃん、シナモちゃん、ご主人様、ファイトです。客席で応援してる。お姉ちゃんたちのかっこいいところ、期待してるからね。任せといて。じゃあ、行ってきます。カショウ、
そっちはもう大丈夫なの？わざわざ激励までありがとうございます。はい、もう一周回って忘れちゃいました。メイプルちゃん、シナモンちゃん、そろそろ出番よ。お願いね。はい。ありがとう。いただくわ。ちゃんと胸にしまっておきますね。兄様、どうでしたか？2匹の様子は。そうですか。皆様、ご歓談中失礼いたします。これよりデザートをご提供してくださいましたソレイユのスタッフ、メイプルちゃんとシナモンちゃんによる余興のステージをいただきます。それではどうぞご清聴いただければと思います。本日は、立花様の打ち上げパーティーにお越しくださいまして、ありがとうございます。本日のデザートを担当させていただいた、ソレイユのスタッフ、メープルとシナモンと申します。拙い演奏ではございますが、皆様のお祝いの余興を務めさせていただきますので、しばしの間、ご清聴いただけましたらば幸いです。それでは、お聞きくださいませ。歌唱が言ってたわね。自分たちがやりたいことを確認しろって。うん、そう言ってたね。ここに来るまでに、いろいろあったわよね。うん、いろいろあったね。だから、この曲は、ここで聴いてくれる人たちのために選んだ曲だけど、でも、私の心は、背中を押してくれたシナモンと、歌唱のために歌うわ。うん。私も、ここで聴いてくれる人たちのために練習したけど、
私は、めいちゃんと、カショウさんのために弾くよ。ご清聴、本当にありがとうございました。素晴らしい歌を披露してくれたメイプルちゃんとシナモンちゃんに、今一度大きな拍手をお願いします。誇らしいくらいにはな。ま、手間のかかる妹たちがまた減っちまうのは寂しい気もするけどよ。頑張りましたね、メイプルもシナモンも。楽しみにしております。それは比較相手が悪すぎますね。カショウさん、
申し訳ないけど、今はちょっと無理ね。なんだか演奏が終わったら力が抜けちゃって。よう。あなた。さっきの。いや、違うよ。だからそう身構えないでくれ。さっきは、馬鹿にして悪かった。大変なプレーを許してもらいたい。メイプルと、シナモンだっけか。正直いいステージだったよ。どれだけちゃんと準備して臨んだか。その程度はわかるつもりだ。猫の真似事とか言って、すまなかった。今日が初ステージだったんだってな。次にちゃんとしたコンサートをやるときは声をかけてくれ。そのときは、ぜひ最前列で聞かせてもらいたい。ありがたい。感謝する。あんたのケーキもうまかったよ。今度は個人的に注文出させてもらうから、よろしくな。歌唱に負けず劣らず、キザったらしいやつね。歌唱さんの方が200倍くらいかっこいいですけどね。バカね、1号はあんたでしょ。あとはしぐれちゃん、うちの姉妹たちも合わせてファン1号ですよね。させるから。
ですよ。こんなタイミングで、そんな優しいこと言うから、言われたら、そんなこと言わないでよ。今こんなに優しくされたら、涙止まらなくて、もっと泣いちゃいますよ。猫パラ